あ、俺試合中軸足ドリブル使ってるなとか自覚ある人でさ、軸足ドリブル使ってる時にこういう時ない？こういう時、こうやってさ仕掛けてて行くんだけど来られて、いつも止めてるから止めちゃった後空いてきててこっち行けないってことない？またこっちに追い込まれちゃうんだよ。そう、右利きの選手だと、はい、誘う右行くけど空いてくるから止めるじゃんね、止めるじゃん。そうすると体の向きこうなってるから、相手ここに来てもう一回こっち行って追い込まれちゃうみたいなシーンないですか？ね、これね多分あると思うんだよ。ゆうたこっち見て、これを今日改善するちょっとテクニックをやってもらいます。で、止めない、今日は止めないんで、見てよ、ここから見てよ、いくよ、軸足ドリブルを止めないね、ここからいくよ、1,2,3したらこれをすぐにターンで最後ここで1,2,3,4,5,6これだけ。はイメージは今最初に言ったけど軸足ドリブルで止めた時にどうなることを改善するんですか？そう、追い込まれちゃうのを改善するって言ったね。だから今日は軸足ドリブルで運んでずらしまして、空いたスペース行くんだけどもう敵が来てるな、寄せられてるなと思ったら今日はここで止めない。分かった？何指で持ち替えの？小指でここすぐに持ち替えてターンして相手をかわした。分かった？だからここのターンをゆっくりしたらどうなっちゃう？そう、取られちゃうから。だからタクッといくよ、タクッと同時にもうすぐに次ターンの体の向きにできるようにここを意識してやってください。 OK ね、はい、最後はいくよ、得意ドーナツから3回またぎます。ここ難しいよ、3回いくよ、1,2,3回またいだら4回目はまたかないでステップして最後右に出る。 OK、 ここちょっと最後難しいんで頑張ってください。 OK ですか？はい。